遠いのさん、こんにちは、のってんです。ポケコロ、はい、今回はですね、じゃじゃーん、可愛すぎる世界アプリポケコロツインで遊んでみようと思います。ツインツイン、みんなポケコロツインって知ってるかな。双子のココロンをコーデして着せ替えたり、お部屋の模様替えをしたりできるアプリなんだけど、もうね、それがめちゃめちゃ可愛いので、なんと今ポケコロツインでは私の大好きなすみっこ暮らしコラボをやっていて、すみっこの着せ替えアイテムとかすみっこの家具とかがゲットできちゃうんだって。これはもうやるしかないよね。可愛いキャラが好きとかすみっこ暮らしが好きっていう子には超おすすめのアプリなので、ぜひ最後まで見てみてください。さあ、一体どんなコーデが出来上がるのか、早速やっていきましょう。よし、ポケコロツインスタート、ゴー。もうね、すでに可愛いの。あ、でそう、今回ね、2人のココロンをのつとてんっていう名前にしてみました。わかりやすいでしょ、のつてんで、今ね、こののつとてんはほぼ初期状態みたいな感じなんだけど、もうすでに可愛いよね。わー、ニコニコ、なにこれ、可愛い、羽ばたいてる。わー、仲良しそうだね。なんかさ、双子だとこの掛け合いが見れるのもいいね。めっちゃ可愛い。あ、かぶってるで、今回はこの双子をコーデできるってことなんだけど、やっぱさ、せっかくだからテーマ決めたいよね。どうしよう。双子コーデとかでも可愛いし、なんかカップルコーデとかでもいいよね。あー、あと自分の推しを表現しても良さそうだね。うわ、迷うな、どうしよう。のつとてん、どうする。あ、ちょっと待って。いいこと思いついちゃった。今回さ、こののつをリアルな自分にして、もう一人、テンをすみっこコラボアイテムをふんだんに使ったすみっこ暮らし風の自分って感じで作ってみようかな。いや、これ絶対いいでしょ。おー、いなくなってるじゃあまずはこれコーデだね。じゃん、この世界、ほい、お、来た。うわ、待って、めちゃめちゃ可愛いんだけど。え、どうしよう。みんな、あ、羊さん持ってるのとか、うわー、可愛いやべえ。え、このモコモコのやつとか、なんかチョコアイスみたいじゃない？やばいやばいやばい。え、こんなん私決められるの？やば、うわー、いいね、かっこいい和風。待って、リアルな自分でしょ？わー、かわいい。制服とかもあるんだ。いいね、制服え、どうしようかな。ただ私リアルな私っぽいやつどれだ。お、バイクも乗れる。お、かっこいい。いいな、憧れの乗って、なんかゴルフボールもある。どうしよう。あ、これちょっといいんじゃない？なんか黄色のさ、カジュアルな感じ。これも候補だな。やっぱり黄色系がいいかもね。あー、かわいい。黄色。待って。私の服。あった。これ。もうこれだね。完全に私だ。これで、オッケー。じゃあ次。スカート、ズボンとか。あー、いろいろあるんだ。どっちかっていうとね、こういうスカートとかよりはズボン履きがちなんだよね。こういう、あ、あ、いいじゃんいいじゃん。こういうズボン系、めっちゃリアル、これ。普段着私。待って、髪型もめっちゃある。え、これってさ、アクセサリーとか、わー、目もいっぱいある。これ、一生できるぞ。うわ、色まで変えれるんだ。え、ちょっとどうしようどうしよう。ちょっと真剣に選ぶわ。わー、すごい、美しそう。あ、いい、見せてください。待って、本当に悩む。かわいい、はい、ショートキャラね、ショートキャラ、それショートキャラ、はい、ということでリアルなのてん完成しました。いや、もうね、本当に30分ぐらい悩んだんじゃないかないやー、楽しかった。で、結構さ、私似てない？いや、もちろんね、住む世界が違うというか、2次元3次元みたいなところあるけど、なかなかね、服装とか髪型とか特徴を捉えられてるかなって思います。いやー、それにしても可愛いね。リアルな自分っていうよりもはや理想の自分でもあるよし、じゃあ次はすみっこ暮らし風の自分、天の番だね。天、おいで、可愛い。あ、じゃあちょっとその前にすみっこ暮らしのコラボガチャ引いてみようかな。ガチャね、どんな感じで出るんだろう。このお楽しみってとこ押してガチャ、あった。お、すごい、ガチャさ、めっちゃ可愛いし、いろんな種類がある。え、スイカとか可愛いな。え、なにこれ、ガチ勢石油王がコミマを全力応援している件面白い世界観のがいろいろある。
白川さんのフルーツかき氷、こんなにいっぱいあったら迷っちゃうね。ただ今回あったすみっこ暮らしコラボガチャ、これが夢見るすみっこたちのお部屋だって。もうさ、見るからに可愛いんだけど、やばいやばい。ちょっとじゃあこれやってみるか。かわいい。やばいね。なんかさ、ふわふわしてて優しい色合いで、なんか夢かわな子供部屋みたいな感じだね。やべえ。でさ、すみっこがあらゆるところにいるね。かわいい、みみっこたちもいる。これで私も夢見たい。でね、ガチャいくつか種類があるんだけど、まずこれ、ココリウムを回す。これはお部屋の模様替えアイテムが出るやつだね。これちょっと一回やってみるか。ゴー。はい、チケットで回す。さあ、何が出るか。なんか種植えたよ。うわぁ、すごい。は、花が咲いた。なにこれ。ムーンベビーベッドだって。めちゃめちゃ可愛い。エビフライの尻尾とさ、アジフライの尻尾がいる。やべえ。これちょっと置きたいな。じゃあさ、ちょっと次。お洋服の方もやってみる。お洋服バージョン。こっちかな？ファッションを回す。これもね、可愛いのがいっぱいあるんだよな。よし、じゃあ何が出るかな？こう！さあ、すごい！の、来い！可愛いの、来い！よーん！あ、すごい！なんか伸びてるよ！え？なんかさっきより、あーすごい！レアだって！トカゲのナイトキープ！これもめちゃめちゃ可愛い。やばいね。てかさ、やっぱりお花がすごい上まで伸びたからレアとか出たのかな。なるほどね。いやー、よかった。よし、じゃあね、早速すみっこ暮らし風の自分に着せ替えたいと思います。で、お待たせ。あ、そうそう、今回ね、特別にすみっこ暮らしのコラボアイテムを全種類準備していただきました。え、待って、めっちゃかわいい。髪の毛、じゃん。はー、かわいい。ほんともすみっこ暮らしのお姫様みたいな感じ。え、目は？おお、キラキラだ。さっきの目も可愛かったけどさ、また違う可愛さがある。え、わー、服も可愛いね。あ、で、これさっき私ゲットしたやつ。いいな。背景もある。白くは？わー、可愛い。これが服だね。まあ、なんかさ、肩とかいっぱいリボンある。いや、ほんと夢のコーデだね。これ、あ、スリッパ。これ履きたいな。あ、で、エビフライの尻尾みたいなやつは？これかわいいね。やばいやばい。これは？わー、ミニッコたちだ。え、待って、これさ、めちゃめちゃ迷っちゃうね。で、すみっこコラボのアイテムをふんだんに使いたいんだけど、あくまでも自分だから、髪型とか、私っぽくない部分は別のアイテムから選んでいこうかな。うん、そうしよう。絶対かわいいと思う。ということで、どうしよう。服は、いや、これかわいいよな。みんないてくれてるやつ。これにしよっかな。あ、背景。背景なし。背景でも可愛いな。つけようかな。で、あ、ミニッコ。え、待って、モリモリにしたくなっちゃうな、これ。あ、ただこれ。これつけたい。エビフライの尻尾。で、やっぱ個人的に猫が好きだから、これつける。いや、めちゃめちゃ可愛い。で、髪型だけはちょっと違う部分で。どうしよう。やっぱりさ、すみっこ暮らしだから、ちょっとパステルカラーのショートヘア。そういうのがあったらいいんだけど、パステル。あー、かわいい。かわいいね。これは、あ、似合う。どうしよう。あー、でもかわいい。この選んでる瞬間、めちゃめちゃ癒される。待って、これめっちゃかわいい。これにしようかな。なんかさ、ちょっと耳みたいのがあるのがさ、すみっこ暮らしっぽさあるよね。すみっこ暮らしも猫とか、トカゲとか動物っぽいから。これで、完成。あ、でね、すみっこコロンっていうアイテムもあるんだって。多分これ。ちょっとやってみる。どうなるんだろう。せーの、ポン。あ、かわいい。移動して。わー。あー、来た。かわいい。みんな集まってくれた。え、嬉しい、これ。ちょっとすみっこコロンつけよう。すみっこコロン、完了。で、次はココリウム。このお部屋の模様替えだね。これもすみっこコラボアイテムで、模様替え。お、あった。で、まずこれは？かわいい。これさ、天井に飾ってあったじゃない？めっちゃいい。背景、ほこりと夢の中の星空。あ、ほっこりがいる。かわいい。おわーって浮いてる。いや、いいね。待って、こんなのさ、かわいすぎる。
あ、トッピングアイテム、スミッシーカーとタピオカ、これ置いてみる。じゃん。あ、動いてる動いてる。ちょうどナッツの後ろに入ってる。え、もうさ、モリモリにしたくなっちゃうよ。これは、あ、下に机とかが増えてる。これなんだろう。スイッコたちの子守歌。これさ、すみっこたちとの幸せな夢が見れそう。なんか泣きそうなんだけど。これすみっこハウス階段トイレ。これだトイレ。全部かわいい。これはおお、ムーンベビーベッド。これ私ゲットしたやつだ。いいね、ここで寝よう。これは雑草とおもちゃバス。あ、お風呂かな。うわー、かわいい。ほら、あ、ゆるゆる、スミッコルームの床。え、もうスペシャルセットじゃん。うたたねブラック、タピオカ。あははは、ほんとだ、寝てる。タピオカ、完全リラックスじゃん。え、これ、夜空行くおもちゃの汽車。おー、置いた置いた。え、かわいい。え、これ、ゆるゆるお絵かき帳。あ、いいね、机の上に。めっちゃはみ出ちゃってる。夢中になってたんだね、お絵かき。いやー、いい。もうちょっとワンパク感も可愛いよね。これさ、すみっこコラボアイテム、程よく配置しようと思ったんだけど、もう全部やっちゃうか。今この状態がね、可愛すぎるんだよね。いやー、いい。あ、あ、なんか来た。可愛い、なんか集まってきたよ、みんな。え、ノッツとテンもめっちゃ可愛い。すみっこたちも来てくれて、幸せすぎる。でね、期間限定で、すみっこ暮らしのフォトブースがあるんだって。ちょっとさ、せっかく可愛いすみっこコーデができたから、撮りに行ってみようか。どんな感じなんだろう。フォトブース、フォトブース。お、あった！フォトブースはこちら。じゃじゃん。かわいい！うわ、いいね！めっちゃいい写真撮れるんじゃない？待って、これ、シャッター、シャッターチャンス。え、もうさ、常にシャッターチャンスなんだが、いつ撮る？いくよ、みんな！せーの！やべえ！え、待って、こんなのさ、いつ撮っても可愛いんだけど、やばいやばいやばい。やっほー！いいよいいよ、二人ともいいよ。あー、ニコニコだ。無限写真。え、可愛い。このすみっこ暮らしのフォトブース、期間限定だから、みんな絶対撮った方がいい。いやー、可愛すぎる。えい。よし、ちょっと次、仲良しモードっていうので遊んでみようと思います。これがね、仲良し。遊ぶ。じゃん。さあ、どんな遊びができるのか。突撃？あ、立った！あはははごめんごめんごめん。つっついちゃったか。よろけちゃったね。手も撫でてみる？手、どうかな？あ、かわいい！目つぶってる！うわー、かわいい！え、じゃあさ、ちょっとアイテム使ってみる。あ、いろいろあるんだ。なるほどね。あ、じゃあさ、ちょっとすみっこ暮らしに合いそうな、シャボン玉。これいってみよう。シャボン玉、どうかな？どうぞ。出るかな。ふーって。お？出る？お、出た出た。一個出た一個出た。やったー。上手。え、じゃあさ、次ちょっとワンパクにサッカーとか行ってみる。ノッツサッカー好きなんじゃない？どうぞノッツ。どう？お、うまいうまいうまい。すごいドリブルだ。おお、飛んでっちゃった。ちょっと心配。よし、じゃあ次はちょっとお出かけしてみようかな。このね、下のお出かけっていう場所から、いろんな方のお部屋に遊びに行けるんだって。え、みんなさ、どういうお部屋にしたんだろうね。気になる。お出かけ！気ままに行ってみよう。じゃん。さあ、みんなどんなコーデをしてるのか。あ、すごい！また私と全然違うタイプのコーデだ。なんかさ、かっこよくない？こういうのもあるんだね。ちょっと死神みたいな感じでね。いい、いい、いい、かわいい。あ、いいねもできるじゃん、人を。きれい！イエーイ！あ、こうやってみんなのコーデも見れるんだ。なるほどね。参考にもなるし、楽しいね。ちょっと次のとこも行ってみよう。どうかな？おー、次はちょっとコンピューターチックな場所。素敵！あ、来てた！出てきた。みんないろんなコーデするんだね。いいね。次の人は？おー、かわいい！こうやってみんなの見に行けるってことは、逆にみんなも私のを見てくれるってことだよね。
ちょっとこれとびっきり可愛いの作りたいな。もうすでに可愛いんだけどさ。おお、また違ったタイプ。双子コーデだね今回は。可愛い。待って、見るのも無限にやっちゃう。はあ、下にいる。結婚式みたいだ。おめでとう。おしゃおしおめでとう。はい、ということで今すみっこ暮らしコラボキャンペーンっていうのがやってて、期間中にログインするだけでコラボ限定アイテムがゲットできるログインボーナスがあったり、アプリ内から応募するだけの抽選ですみっこ暮らしのリアルグッズがもらえるリアルログインボーナスっていうのも開催中なんだって。でもさ、風呂敷の巾着とかめちゃめちゃ可愛いよね。白クマも抱っこしたい。ぜひ皆さんも応募してみてください。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ポケコのツイン、もう本当に可愛いし、自分の好きなコーデが自由に楽しめるっていうのがいいなって思いました。今回私はリアルな自分と隅っこ暮らし風の自分って感じで作ったけど、カップルコーデにしたり推しっぽくしても楽しそうだよね。たださ、推しと自分で作ったらさ、夢が広がるね。遊び方無限大だね。で、あとはやっぱもうすみっこ暮らしコラボが可愛すぎた。すみっこ好きにはたまらないコラボでした。今回遊んだポケコロツインとすみっこ暮らしコラボキャンペーンの詳細は概要欄に載せてあるので、ぜひそこの URL からダウンロードしてみてね。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録ポチ、グッドボタンポチ、よろしくお願いします。それでは、じゃあねー。